んばんは。こんばんは、白石浩二郎と申します。今日よろしくお願いいたします。あんまり事情はよく分かってないんですけどね。今日は皆さんとお会いできて、話せと。でそもそも世界一周を15分で話せっていうのは難しい仕事なんですよ。大変長い、世界一長い競技ですからね、約競技時間が2000時間なんですよ。だいたいスポーツって2時間ですよね。で僕ら2000時間で、距離が地球一周って一番長い競技だから、やっぱ15分で話せって言われてもね、期待しないということですね。でヨットをやられてる方、2、3いると思うんですけど、まずじゃあ VTR 行きましょうかね。もう時間なくなってしまいますんでね。でどんな競技だったかね、女性の方あんまり興味ないと思いますけどね、我慢してくださいね。すぐ終わりますから、すぐ終わりますから。でどうね、皆さん見てこうくださいね。大きなヨットです。でまずコースからいきましょうか。フランスのレサーブルドローンって、フランススタートです。でたった一人、水食料全部積み込みます。でフランススタートして、スペイン沖を通ってアフリカを回って、赤道を通過しますね。で高気圧を回って、今度ケープタウン、アフリカの沖を通ります。でそれからインド洋に出て、で次はオーストラリアの下ですね。でここを通りまして、ニュージーランドの下を通って、ハンセンドリの墓場、ホーン岬を通ります。それからやっと北上です。今度再び、大西洋に出て赤道を通過します。そしてアゾレスハイを回って、最後、フランスまでゴールするという、だいたいトップで80日ぐらいですね。そういうレースでございますね。でこれがちょうどスタートするところですね。これは僕の船ですね。この侍の格好はバカウケです。分かりやすいです。子供からはもう侍が来ると、オーシャン侍が来るということで、バカウケでございます。オーシャン侍です。でこれがスタートですね。今回10カ国29艇が参加します。それでアジア人初です。はい、初めてね、白人がすごく多い競技なんで、初めてアジア人でこのヨットレース、大航海時代の名残ですからね。日本は鎖国やってたんでね、いやそれ大きいんですよ、300年間。はい、で報道ステーションにね、ずっとね報道していく。今ねヨットから生中継で、日本まで行くんですね。笑い事じゃないですね。本人が大変だっつってんですから、大変なんです。でたった一人ですからね、いろんなトラブルをこう直しながらね、行くんですね。この、はい、これから夏用でね、活躍する A7 を失うことになりました。我々は A7 を失いましたが大丈夫です。この難局を愛と勇気と忍耐で乗り越えます。決して、悲しまない、嘆かない、そして失敗しない。はい、頑張ってます本人。でこれね、マスト登ってるとこですね。だいたい 28m あります。だからビルの8階建てぐらいの高さですね。で走りながら登りますんでね、一人で、はい、でそこで上の部品をこう修理するんですね。ウィンドセンサーを変えました。この根元ですね、根元が結構大変だったんですけども、コードも付け直して今作業終わったところです。笑顔これ自分でカメラ持って走ってるでしょ、船が下ね。揺れるマストに捕まり高所での作業、これこそが世界一過酷と言われるバンデグロード。スタートからおよそ1ヶ月、はい、距離にして12000。ところがなんですね、はい、マストが折れました。マストの真ん中からポキーンと折れてしまったんですね。もうね、涙を枯れ果てました。これに出るまで僕30年かかったんですよ。30年、で30年の夢が破れたんですね。一瞬にして破れましたね。命がなくなったわけじゃないし、レースがなくなるわけじゃない。
ないです。もう夢は引き続き続きます。で、今回ね、子供たちにも応援いただいて、本当にね、ハッピーエンドにならなかったんだけど、今僕、子供たちにね、見せられることは、もう見事な負けっぷりを見せるしかないんですよ。打ち出さないで、腐らないで、恐れないで、これからもね、チャレンジし続けるんで、子供たち、負けないでね。自分で負けないでね。とにかく自分の夢に向かってね、僕も頑張るから、みんなも頑張ってね、ここに頑張りましょう。あ、これで終わりですね。はいはい。リタイアして泣いて帰ってきたんです、私ね。はい、で、まあ、今回、残念ながらね、応援していただいた、ね、この会場にいらっしゃるので、本当、申し訳なかったと思います。残念ながらね、マスターが折れて、今回リタイアになったんですけども、またね、4年後、本当に頑張っていきたいと思います。まあ、そもそも僕、別にこう、ね、お父さんがヨットやってたということではなくて、もともと鎌倉で生まれてですね、で、海が近かったんですね。で、海行った時に、海を見てね、単純にね、大きいなと思ったんですよ。海って大きいなと思って。で、その時にね、この水平線に何があるだろうって、これが動機です。こう、なんていうかな、こう強烈なものがあったわけじゃなくて、この海を越えてこう世界一周したいっていうのがこのヨットレースのものなんですね。で、それ以外何者でもないです。なんか大きなこう衝撃があったとかきっかけあったわけではないんですね。で、別に女房にね、あんた世界一周して何になるのって言われたらすいませんってしかないですからね。何にもなりませんよ。何にもない。賞金なんてほとんどないですからね。だいたい賞金が前回の世界一周レース僕2位になったんですけども、2位になってね、200万出たんですよ。でもエントリーフィーで300万払ってますからね。100万円の赤字だし。で、このヨット出るのにね、僕のチームで3億5000万なんですよ。スタートするの。ヨットで中古で1億7000万ですから。そう。だからそれでかけてリタイアなんですね。だから別にヨットで世界一周してどうのこうのではなくてですね、好きでやってたんですね。好きで。だから僕はもう単純な男なんで、こう見たら分かるでしょ。生まれたままっぱなしですから僕は、はい、何にも考えてない。ただ好きなことをずっとやってきたんですよ。でヨットで世界一周でも僕はもう小さい頃母親が死んじゃって、特に家が裕福でもなかったからね。だって昔ヨットって言ったらね、石原裕次郎か加山雄三しか連想できないでしょ。皆さんは。で、僕も全くその通りだったんですよ。で、ただただヨットいずれ船やってみたいなとこう思ってただけです。本当それだけです。で、ちょうど高校の時に最初の世界一周ヨットレースで実は日本人がクラス2で優勝したんですね。よし、この人だと思って、当時インターネットもないからね、電話帳でその人の電話調べて、昔はのんきな時代で電話帳に載ってたんですよ。で、電話かけて、それで弟子入りして、で、弟子にしてくださいっつってヨットをこう始めたんですね。だからもう、なんていうかな、まあ、インターネットもないでしょうし、ただただ自分でこう思ったことを一生懸命やってきたんですね。で、ヨットのお師匠さんに会って、それからこうヨットを学びました。で、最初の世界一周は26歳の時ですね。世界最年少記録を取ろうっていうことで、お金がなかったんで自分でヨット作りました。50フィートのこの部屋ぐらいのヨットを最初作ったんですね。で、そのために2年間造船所行ってね。で、給料なんか一銭もいらないと、飯だけ食わせてくれればこれ置いてくれって言って造船所に住み込みで働いて、でヨット作りを覚えて、で2度失敗したんだけど、3度目で26歳の時に世界一周して、それから、もう3度世界一周して、今回30年間夢見たこの世界最大の大会ですね。で、これにやっと出たんだけども、残念ながら、マストを追ってこう泣いて帰ってきたんですね。今でも悔しいです。今でも仲間は実は走ってます。最後の2艇がまだ走ってます。トップはもう75日で、やったんですけども、で、日本で帰ってきて、ね、また3億4億集めなければいけないんですよ。で、どうしようかなと思った時にね、日本帰ってきたら僕のスポンサーも周りもみんなこう応援してくれるわけで、さっき報道ステーションありましたでしょ。でリタイアしたのにもまたさらに2回出してくれたんですよ。あ、で、みんな応援してくれるんだと。でね、すごく面白いこう現象があってね、白石さん、第51回テレビ朝日スポーツ大賞であると、
でスキズにスポーツ大賞って入ってたんですよ。どうせ俺 松岡修造さんと絡んで話すのかなと思ってたんですよ熱いコンビで、ね、俺そうしたら、いや白石さんが受賞者ですって言われたんですよ。いやちょっと待ってくれと、俺はあのリタイアして帰ってきて受賞される理由がない、いや白石さんが一番インパクトありました1年間でって言われて、そのまたねあの会場行ったら今年オリンピックあったでしょリオので、テーブル座ったらね全員金メダリストだったんですよ。はいのむしろ、はいのむしろで、ね、テーブルに金メダルがゴロゴロしてるんですよ。でちょっと見してなんて言いながら、で僕はほらリタイアしてここにいるわけで、その時にねなんで受賞したかっていうと、なんていうかな、こう勝負ってね勝ったり負けたりするから面白いのね、うん、で負けて帰ってきてもね、もう正々堂々と賞を取ろうと、それ恥ずかしいでしょ、私負けてマス取って泣いて帰ってきます、でもね絶対にこう敗北に負けないね、屈辱に負けないで、いつも笑顔で、ね、スポーツではね体の筋肉動かすんですよ、負けたらね顔の筋肉動かすんですよ、でどんなに悔しがろうが辛かろうが笑うんですよ、笑うんです。で大変辛い仕事です、負けた時に笑うっていうのはね、ものすごく辛い仕事なんだけど、それが僕の次のこうテーマだったの、それ笑おうと、笑ってみんなにお礼言おうと、それが僕のさっき言ってたよね、もう子供たちに背中を見せるためには見事な負けっぷりを見せるんですよ、決して愚痴らないで言い訳しないでね、笑ってこう受賞しようというのが今回の受賞式だったんですね。で僕も決してヨットが得意なわけではないです、才能もないです、僕ヨットは、ね、苦手な方でね、でヨット歩んでて一番びっくりしたのは俺ね船酔いが激しかったんだよね。これ衝撃的な事実なんですよ、笑い事じゃないです、今でもですよ衝撃、俺まさか普通ヨット好きだから得意だろうと思うじゃないですか、で船に乗ったらもう吐くわけですよ、今でも吐きます、さっき言ってたでしょ1週間吐き続けますよ、でヨットは僕一人ですから交代要員がないから24時間吐き続けるんです、それもう地獄の苦しみですね。で最初はね逃げてたの、なんとかこの弱点を克服しようと思って、で なんかここを押せばいいとかここをやればいいって知ってます、うん、あのねあんなのはまがいもんです、あんなのは全然治らないんですよ、でもう何千回も吐くから、あ来る日ねいつ、あら待てよと、もうやめた、もう船酔い直すのやめた、俺は船酔いするんだ、吐くんだ、どうせ吐くんだったら楽しく吐こうというそういうふうに思いましてですね、 あらゆるものを吐きました。でね麺類ダメですね、こう喉越しが悪くとか鼻から出ちゃったり、で粒は意外と吐きやすかったんでね、ある日ねいろんなものを吐いたので、うわ気持ち悪いな吐くなと思った時にオレンジジュースがあったんだ、でオレンジジュースバーッと飲んだので、当然もうまた気持ち悪いから吐くでしょ、でオレンジジュースの酸味と胃の粘液の酸味がマッチして、吐きながらうまいなと思いながら吐けるんですね。でさらに特典は100円のオレンジジュースが200円分楽しめるっていうね、リバーシブルになってます。でこの話は話は汚いんだけど、いい話なんですね。だからこう抵抗しないでね、受け入れるって、受け入れると何が起こるかっていうとね、船酔いの主導権を握ったんですね。今までは逃げてたんですよ、逃げてたので、僕は楽しく吐けることによって主導権を握る、たとえ汚いんだけどいい話なんだよこれは。で、だからさっきの皆さんのスピーカーの話、結局ね人間っていうのはね好きなことをやるの、欠点を補うんじゃなくて好きなことやるんですね。さっき稲本さんの話も結局好きなことを選んでったんですね。でね、振り返ったら夢の道を歩いてたんですよ。だからあんまり難しいことを皆さんも考えないでね、好きなことやったら不幸になる、好きなことばっかりやったら不幸になる、そんな大人に騙されないで、思い通りいかないっていう大人にはあなたの思い方が間違ってんだよ、計算通りいかない、あなたの計算が間違ってるんです。好きなことを変える必要はないんですね。で、どういうふうに思えば自分の夢が叶うのかな、どういうふうに計算すればこの目標が叶うのかな、
やっぱり一番強い人間の最強の力って好きなことやる。つまり笑顔ですよ。平和ってね、笑顔でできてるんですよ。幸せって笑顔でできてるんですよ、ね、それをやることによって、ね、失敗だ成功だ、ね、そんなことはどうでもいいんです、ね、幸せになるためには笑顔です。それが一番人間にとってね、強い力なんじゃないかと、そういうふうに思ってます。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。